V36 スカイラインなんですが、めちゃめちゃおもろいです。こんな車があったなんて完全に見落としていました。今100万円以下で買うんだったら、この車が一番面白いかもしれません。今回の旧車王チャンネルでご紹介するのは12代目に当たるスカイライン、そう V36 型のスカイラインをご紹介したいと思います。この車中古車価格で50万円から100万円で買えてしまうんですよ。そんなコスパに優れた車でありながら Z のエンジンを積んでいるなど、しっかり作り込まれたスポーツセダン、そのですねコスパ最強のスポーツセダンの魅力をこのレビューでお届けしたいと思います。この車の一番の魅力はやっぱりエンジンでしょう。 VLDZ に積まれていたのと同じエンジンが搭載されているんです。日産の名機 V9 エンジンの 3.7 リッターモデルが搭載されており、最高馬力は330馬力になっています。さらにですよ、このエンジン、この VVEL という技術なんですが、バルブ作動角とバルブリフト量をですね無段階に調整することによって、常に最適なパワーであったり最適なエンジンレスポンスが引き出せる、そんな作りになっているんです。大部分の回転数において最大トルクの 90% を出せるのがこのエンジンのすごいところなんです。やっぱりこのエンジンは名機です。パワーがですね途切れなく出てきます。とにかくですねトルクバンドが広くて、 NA エンジンの気持ちよさと低回転からのパワー、これらを両立しているのがこのエンジンのすごいところだなというふうに思います。この車車重自体は 1640kg とスポーツカーとしては少し重いんですが、エンジンのトルクが太いため車重を感じさせない加速感ができるのがこのエンジンのすごいところだというふうに思います。また最近のエンジンでありながら、まるで昔の排ガス規制がなかった頃かの高回転エンジンのように気持ちよく回せるのがこの車の強みだと思います。少しだけ残念なところが一つあります。それはミッションが変速するときにですねちょっとラグがあることです。昔のトルコンに比べればですねダイレクト感があるんですが、変速の時のもたつき、これが改善したらもっとよく気持ちよく走れると思います。続いてエクステリアを見ていきたいんですが、このエクステリアですね先代の V35 に比べてかなり精悍で引き締まったデザインとなりました。 V35 はですねどちらかというとちょっと可愛いデザインだったんですが、まさにコンセプトである大人のスポーツカーにふさわしいデザインとなったのがこの V36 です。特にこういったですねフェンダーの張り出しなんかはですね美しくかっこよくまとまっており、また空力的にでもですね優れた作りになっているんです。さらにサイドに見ていくと、この車の一番の特徴が隠れています。それはこのショートオーバーハングロングホイールベースです。なぜならこの車はエンジンがフロントミッドシップに収まっているんです。この作りを FM パッケージといい、35GTR を開発した水野さんが提唱したパッケージとなっており、フロントミッドシップにエンジンを置くことによって最適な前後の重量バランスを実現するパッケージを FM パッケージと呼んでいるんです。それをこのモデルではさらに昇華させ、エンジンの搭載位置を下げ、さらにスポーティーな走りができるように磨き上げたのがこの V36 に搭載されている新世代 FRL プラットフォームなんです。 V35 と V36 の違いでいうと、この V36 の方がデザインがスタイリッシュになっているんです。その理由は全幅が2センチ広がって前高が2センチ下がったから。でそれによってですねワイド&ローが強調され、スポーツカーらしい風貌に進化したんです。続いてリアのデザインですが、こちらもスタイリッシュでかっこいいです。しかも面白いのはこのライト、ブレーキを踏むとですねしっかり丸目4灯が光るようになっていて、昔の大人気な第2世代 GTR の頃のスカイラインを彷彿とさせる憎らしい演出がなされているんです。このデザインはですね一部では不評ですが、僕は個人的にとてもかっこいいなというふうに思っています。続いてインテリアを見ていきたいんですが、この車大人のスポーツカーにふさわしい内装となっています。見てください、このようにシートが本革でできており、とても高級感があるんです。しかもエンジンをかけるとこのようにシートが前に出てステアリングが手前に出てくるんですよ。こんなの超高級車じゃありませんか。このようにですねスカイラインは運転も楽しい上に快適性までいいんです。しかもこのパドルシフト、マグネシウム合金でできている、とてもお金がかかった作りとなっているんです。この新設計された7速のミッションはシフトロック機能がついていたり、ギアを固定してマニュアルっぽく楽しむことができるんです。
またやっぱりスポーツカーはマニュアルじゃなきゃいけないといった人もご安心ください。これはセダンなんでマニュアルは設定がありませんが、クーペモデルにはしっかりとマニュアルの設定があります。続いて後部座席に行きましたが、この車スポーツセダンでありながら後部座席もとても広いんです。足元の空間に拳3つぐらい入りそうな広さとなっていて、それはこの車が285センチという同世代のベンツの E クラスとほとんど同じようなホイールベースがあるため、後部座席の空間も広く取れていて、とても快適なものになっているんです。まさに走って遊べて人もしっかり乗せられる大人のセダンと言えるでしょう。この V36 スカイラインの一番のすごいところはハンドリングです。とにかくコーナーが気持ちいいです。この車はコーナリングの限界と操りやすさ、それらがすごく高次元でまとまっているんですよ。まるで2シーターのスポーツカー、それこそフェアレディ Z に乗っているかのようなですね、思い通りの動きをしてくれて、それがまさか1640キロあるセダンとはとても思えません。この車はフロントとリアからのタイヤのインフォメーション量がすごいんです。車がどう行きたいのか、タイヤがどのぐらい使われているのか、そのあたりがですね、ステアリングを通して手に取るように分かります。この車が履いているタイヤが全然グリップがないタイヤでありながら、これだけインフォメーションが来ている、それがですね、すごいことだというふうに思います。この車にハイグリップタイヤを履かせたら恐ろしいコーナリング性能を見せるでしょう。またフロントがとてもよくできていてですね、コーナーの立ち上がりで FR 車はどうしてもですね、フロントタイヤの接地感が薄くなるところがあります。それでありながら、この車はリア荷重になりがちなコーナーの立ち上がりでアクセルを全開にしている時であっても、ステアリングに対して車の挙動が綺麗についてくる、こんなですね、いい動きをしてくれる FR のスポーツカーというのはほとんどないんではないでしょうか。その理由はこの車の素性の良さだというふうに思います。重量バランスが54対46というふうに優れていることや、サスペンションがフロントがダブルウィッシュボーン、リアがマルチリンク、そこをですね、かなりこだわり抜いた設計がされています。とにかく路面をしっかり追従してくれる足回り、そしてそれを受け止めるしっかりとしたボディ剛性、これらがですね、全て揃っているからこそ、この車の高いコーナリングフィールが実現できるんだと思います。V36 スカイラインなんですが、とってもいい車でした。これほどまでにハンドリングが良くて運転が楽しくて、しかも質感まで高い、そして大人4人が快適に移動できる、そんな車がですね、なぜ不人気なのか全く分かりません。やはり車作りというのは難しいと思います。なぜならいい車を作ったからといって売れるとは限らない。323334があったからこそ、この車はあまり人気が出ませんでしたが、皆さんデザインに騙されず、ぜひ一度ハンドルを握ってみてください。スポーツセダンに求める魅力というのがこの車には詰まっています。運転が好きな人であれば絶対気に入ると思います。今回の旧車王チャンネルでは V36 スカイラインをご紹介しましたが、この車こそ影に隠れてしまっている名車なんではないでしょうか。323334の世代のスカイラインがあまりにも人気だったからこそ、この車は今着目されていませんが、実際に運転をしてみると、とっても運転の楽しさが詰まっており、さらに質感まで高い、こんなにですね、コンフォートかつスポーティー、それらが高い次元でバランスを取れている車というのは数少ないのではないでしょうか。そんな名車が今であれば50から100万円というめちゃめちゃお手頃バーゲンプライス、ぜひ皆様も一度乗ってみてスカイラインを楽しんでみてほしいです。旧車王チャンネルではこのようにマニアックな目線で車のレビューをお伝えしています。車好きの皆様、ぜひチャンネル登録をお願いします。また旧車王では10年以上時が経過したお車を中心に買取サービスを行っております。お車のご売却を検討されている方は、ぜひ下の概要欄からホームページをご覧ください。しかもですよ、このようにエンジンをかけるとシートが自動で前に出て、ステアリングも手前に出てくるんですよ。出てこねえ。もう一回行きます。しかもこのパドルシフト、とても質感が高いんですが、なんとアルミ合金製でできていて、マグネシウムや、ハンドルを切ったら切った分だけ